東人雨売り。東人雨売りは、江戸時代後期から明治にかけて、主に江戸市中で雨を売り歩いた行商人。彼らは、当時、東人と呼ばれた異国人風の格好で、でたらめな異国風の向上を述べ、東人笛と呼ばれるチャルメラや、東人風の踊りなどで客を呼んだ。江戸時代はこの東人雨売りを含め、様々な趣向を凝らしたパフォーマンスで客を呼んだ、雨売りたちいた。 岡本喜道の、半七、鳥物町、第五十四話、当人雨は、題名通り当人雨売りが、主題の話で、物語は、知人の雨売と立ち話をしていた半七と出会い、その縁で、半七から主題となった、当人雨売の昔話を聞きところから始まる。当人雨売の姿は、花草一丁の一丁画布、七百七十年頃、総画は、 鈴木隆松や実編者十九の方言修行金わらじ1813年から1834年江戸後期の文人交渉家石塚法海主の金星障害人教歌合わせ152年にある総画そして鈴木その一の雨売り図などに描かれているこれらの海外に見られる当人雨売りの姿は以下に挙げる特徴のいくつかを持っている 当人雨売りがいつ頃に出現したのか正確な年は定かではないが、江戸中期の1805年から1809年にかけて下作者、官家定期部が記した有機よモノまね休館長3編のうち、1806年の第2編に当人雨売りの記述がある。A の一長画布はそれ以前の1770年代である。 大田南畝の随筆を死後編纂した半日間は第一巻には今雨を売る者の笛を吹くは古くよりの異なり以下略とあり死境、終章の死や民の苦想基地、九有の戦闘神話などの例を挙げて都での物もで道の脇で傘を広げ水菓子や雨を売る者たちに似ていると記されている。第一巻におけるこの雨売りの項目には明確な都市は記載されていないが 半日間和の元となった外談録は、明和五年、1768年から書かれたもので、ある。江戸時代、通信施設として散大した、オランダ人、朝鮮人、琉球人の一行だけが、江戸の町人が見る機会があった、外国人だが、その中でもや、といった日本では類似品がない楽器を含めた楽団を、引きれ、二百人から三百人の行列で散大した。 朝鮮通信誌の一行は、多くの絵画や滑稽本の題材となり、江戸時代における、東人像に深く影響を与えることになった。やがて、神田明神祭礼巻などに描かれた、通信誌の仮想行列や、北川歌丸が、吉原遊郭の遊女たちが東人坊に細長い、ラッパを付かした、東人林と言われる、にわかに興ずる姿を、 漢人民中で言いたような日本風にデフォルメされた当人の姿が形成された。吉原の風俗について記した青霧久し中の吉原春秋二度の形物によれば、安永年、千年1776年には吉原で中野町茶屋州の子息がにわかで唐を演じたとある。このようにして当人笛として定着したラッパは、後に当人笛売りなる専門の物売りが登場するまでになった。 公暦14年、1764年に、第11回目の朝鮮通信誌が派遣されたが、この一行は、大阪で、通事役の津島藩士、鈴木伝蔵が、施設の随行員を殺害する事件、当人殺しが発生し、一役世間の注目を浴びた。1767年にはこの事件を客色した、世話料理鈴木傍聴、今織絵蔵金が上演されるが二日で禁止された。 吉原での東人林や花房一丁、眼下定期部が記した東人飴売りは、こうした東人に対する世間の注目があった時期でもあった。これに加えて、江戸市中には三冠飴を売る大棚が多くあり、中でも蔵舎が焼きしも神の境内にある川口屋、現在も神川口屋として続いているでは、飴の袋に東人坊の東人や東口輪を描き、 本当飴と名打ち販売していた。参加がア自体が来日した秋人が伝えたという伝承がある歌詞であり、当時飴は名由来の歌詞であることが強調される商品であった。当人飴売りは通信誌に影響された当人像と名伝来と歌われた飴という二つの薄来文化が総合した姿だと言える。やがて文政年間になると石塚崩壊師が 金星障害人教を歌合わせにて紹介した、安南困難雨の雨売りが、江戸で人気を博した、文化十0年、1813年から天保五年、1834年に書かれた、実編者十九の、方言修行金わラジの十七もしくは十八編、某州小港三景では、安房国長南、現在の千葉県長生郡町南町に、東人坊をかぶり、ラツを吹く、 雨売りの姿があり、当人雨売りのスタイルが、江戸市外でも広まっていたことが伺える。あとに四代目、歌川広重を襲名する、菊池一郎が、明治三十八年、1905年に表した、江戸府内へ本風俗往来、全二巻の下巻には、当人雨ほにほろの項目がある。また、淡島寛月が、大正十二年、1923年七、七石。 第二号に寄稿した、ボンクモアンマンロクは、江戸末期から明治初年度にかけて関月が見た物売りや、見せ物の随筆集だが、その冒頭はほにほろである。この馬のハリーボテは、新年に、祝言の歌林に合わせて、踊りを披露した角付けの芸に用いた、春駒の一種である。正月の角付け芸での春駒は武士であったり、大黒などの縁起物だったりするが、 このホニホロアメウリはそれを、そっくり当人の姿にしている。アメウリが子供たち、文中の、外資に貸し出すメガネは、ホニホロメガネ、マサカド眼鏡、八角眼鏡と呼ばれた、ブリリアントカットのような真加工されたガラスをはめた板で、ある。山、東京伝が、天明八年、1788年に表した項。 表紙、時代世は二丁鼓下官には七体に分身した平野正門に対し、藤原秀里が駒形のメガネ屋で買った八角眼鏡を取りし、これを通せば自分は八体に分身できると正門を行転させたというくだりがある。また、眼具研究家の川崎巨船は、眼具帳の中に、ホニホロメガネの国名名名図絵を載せている。明治十八年、1885年に、 旧幕臣の著述家、岡本教長、郷、今医師が、江戸の古風俗を英語訳文と絵で紹介した、古今百風あずまい葉の中にメガネを持った子供たちの前で踊るホニホロアメりの姿がある。ホニホロアメりが登場したのは、ガラス製のメガネが出回る大御所時代以降と推測される。上述した三党の時代性は二丁鼓は、天明八年の作品である。 宮武骸骨が雑誌、この花4映画に記した、五二會孔の中で、宮武は完成の頃に登場したのではと推測し、ある人の説に、はじめは武者姿のみであったが、安静の頃、当人姿のものが現れたのであるという、そしてこの種のものでこのに二會ほど長く食いて、流行したものはないそうであるとしている。 コニホロという言葉の意味については、宮武はオランダ語ではないかと推測したが、それを受けて、マ熊楠が、十二志向内の、馬に関する民族と伝説の中で、該当する外語はないとして、コニホロは、単に林の仕言葉らしく、風を含み膨れる体を保に、ホロとでも称えたのでなかろうかとしている。当人雨売りに限らず、江戸における雨売りは、 様々な仮装やパフォーマンスで客の目を引きつけた。その光景は浄瑠璃や芝居などで再現され、それが飴売りの人気をさらに向上させた。例えば文化年間1804年から1818 18年から天保年間1830年から1844年に女装をし、女の子は色で客寄せをしたお漫画、アと呼ばれるア売りが評判になり、 浄瑠ールリゲダイ、花、伊藤歴色初発景で四代目、中村歌右衛門が演じた。文久年間、1861年から1863年には、日本橋で、鐘を叩く、からくり人形を傍らに、三味線を鳴らし鎌倉節を歌う雨売りは、雨売り渦松として五代目、小野江菊五郎、当時は十三代目、市村宇太右衛門が演じた。前日した、半七。 鳥物町の中での会話に出てくる和国境の上結、い、当時の芝居に出る当人、一部へも、文久三年、1863年に、村座で四代目市川省、段次が演じた三代話講座新作に出てくる主人公、上結、い、当時の女房を持つの父親である、当人雨売りである。なお、この芝居は、元は、正段次と進行があった。 川竹木弥が三大話で成したものである。当人雨売りの工場は、金星障害人教を歌合わせや、勇気を物まね旧館長に記されている。長崎丸山には、当人屋敷があり、ここでも博来由来が歌われている。この雨売りの工場は、雨売りの間では、ある程度共通だったものらしく、時代は下って、大正2年、1913年に、 竹久夢二が小歌集、どんたくの中に勇気をモノマネ休館長にそっくりの歌を記している。明治時代以降、当人笛を鳴らす雨売りは日本各地に点在するようになり、当人、宮尾、チャルメラは雨売りのシンボルとなっていった。明治期に各地にいた雨売りはチャルメラを鳴らすものの、例えば池部義方が明治40年、1907年に、 表した絵入りの歌集、東西風俗五十番歌合わせ上官第十三番に、ある、雨売りの絵に見られるように都時代に見られた派手な、当人の格好はしていない。明治期の文学作品にも雨売りについての描写がある。石川拓木は代表作、一役の砂の中に、雨売りのチャルメラ聞けば失わし幼き心を拾う、減るごとし、という一節がある。島崎藤村も、破壊や、 商品集、菊間川のスケッチや、小泉役の短編、これら流行期ににも飴売りの記述がある。この時代になると、朝鮮半島から朝鮮人が労働者として来日し、その中から飴売りに転じる者もいた。朝鮮半島でも、四日うい、飴ばさみ、と呼ばれる葉のない金のばさを鳴らして、客を呼ぶ伝統的な飴売りがいて、 現代でも韓国民族村などの観光施設で見ることができるが、日本で活動していた雨売りは、こうした伝統的なものではなく、朝鮮人大使日本人の親方が部屋住みで、労働者を囲い販売させた、本風の雨売りであった。やがて、韓国併合前後から、日本語が話せなくてもできる商売ということで、大阪や神戸では明治四十二年、1909年9月3日付の、 大阪毎日新聞には、近頃になって、だんだん人数が増し、この頃では市内を歩いていると、必ず二十三人の飴屋に出くわすほどになったと、あるほどに急増した。だが、こうした飴売りも合わせて売っていたくじ引きの規制や、日本人とのトラブル、そして第一次世界大戦後の後継期による労働者、不足に伴う転職によってその数を減らしていった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。